リニューアル前の駅舎蒲田方面入口リニューアル前のホーム牧場リニューアルされたホーム戸越銀座駅は東京都品川区平塚2丁目にある東急電鉄池上線の駅である。駅番号は IK03。駅舎はグッドデザイン賞、土木学会デザイン賞2018奨励賞を受賞。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム間の連絡通路はなく、方面別に改札口がある。サービスマネジャー導入駅のため、旗の台駅から遠隔監視している。トイレは1番線ホームにあり、多機能トイレも設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は 14,644 人である。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り。駅周辺は主に中小の工場が立ち並ぶ工業地帯である。戸越銀座商店街の様子駅からすぐの戸越銀座商店街に由来する。所在地は平塚であることから当初は平塚駅になる予定だったが、すでに同名の駅が東海道本線にあったため知名度の高い戸越が仮駅名として選ばれた後、地元商店街からの要望で現在の戸越銀座と命名された。1953年8月11日まで当駅と大崎広小路駅の間に桐ヶ谷駅が設置されていた。ありがとうございます。